よく晴れた天気になりました。楽天生命パーク宮城からお伝えしてまいります。東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日はデーゲームなんですが、選手にはどのような影響があるものなのでしょうか。まあ今の選手はコンディションを作るのが非常にうまいので、特にデーゲームだからといって大きな影響はないと思いますけどね。そうですか。まずはイーグルスの先発松井が楽天生命パーク宮城のマウンドに上がります。チームに勢いをつけることができるんでしょうか。赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか。そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。あ、なるほど、制球力ということですね。初球見送っています。空振り、ノーボールツーストライク。バットが動きませんでした。いい当たり、これはどうだ。セカンドの右抜ける。先頭バッターを出してしまいました。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターボックスには源田。バントの上手い選手なので送る可能性が高いでしょうね。なるほど、そうですか。まあスローイングがいいキャッチャーですから、そう簡単に走れないと思いますね。そうですね。今度はバントの様子はありません。ファーストランナースタート、ヒットエンドラン、取った。二塁はセーフ、アウト、ワンアウトです。さあそしてバッターボックスには殿崎が入っています。さあワンアウトになりましたが、先制のランナーを得点圏に背負います。まあここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。甘い球をフルスイングしましたが当たってくれません。インサイド、打球は左中間へ。この打球はフライになっています。満々中、左中間破っていきました。バッターランナーは二塁到達。イーグルスさらにピンチになりました。ワンアウトランナー三塁二塁。さあそして打席には山川が入ります。さあなおもピンチの場面。まあここで先制されないようにこの流れをしっかり止めておきたいですね。なるほど、そうですね。まずはボールから入りました。引っ張った、これはどうか。三遊間抜ける。サードランナーホームイン。ライオンズ1点を先制しました。レフト前へのタイムリーヒット、1対0。イーグルスなおも三塁一塁のピンチです。ここで先制点を奪われてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。さあそしてバッターボックスには森が入っています。さあピンチは続いています。できれば三振を取りたいですね、ここは。なるほど、さあキャッチャーどこに構え。打ちました、流しました。レフトの前に落ちる。サードランナーホームイン。ライオンズ1点追加します。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですね。誘ったんですけどね、振りませんね。高めの釣り球でしたが振りません、外れています。さあ追い込んで次は何で来るか。まあ臭いコースなら手を出してくれますから。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。ツーアウトになっています。打席には7番バッター栗山。イーグルスこの回2点を失っています。さあ先制、初球打ち、ヒットになった。イーグルスさらにピンチになりました。ツーアウト満塁です。ここはこれ以上傷口を広げたくないですね。さあこの場面で打席には8番の木村が入っています。いい当たり、これは大きい。外野落ちるか、どうだ。センターの頭上を破っていった。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。ライオンズ追加点を挙げました、4対0。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪う。さあ初球は何か。こういう場面で初球からストライクを入れられるのは自信があるからでしょうね。なるほど。打ちました、弾き返した打球はセンターへ。ここは打ち上げています。辰巳が掴んで3アウトです。しかしこの回西武ライオンズ見事な攻撃でした。4対0、ライオンズ先制です。
赤星さん、序盤の攻撃、特に大事な点はどのようなところでしょうか。いかに点を取って先発投手を楽にしてあげられるかが一つのポイントになると思いますね。本当そうですよね。ピッチャーを楽にしてあげられるでしょうか。ライオンズマウンドに上がるのは先発の戸亀。さあ、イーグルス打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは辰巳。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。インコース決まってストライク。ファウルになります。打ちました、痛烈。これは破りました、センター前。先頭バッター出ました、楽天イーグルス。ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番に入っている鈴木。ヒットでランナーを一塁に置いています。一塁牽制、一塁はセーフ。走ってきた、キャッチャー二塁送球する、ナイス、セーフ、盗塁成功。さあ、チャンスになりましたよね。やはり走力という、これはデッドボールということになります。さあ、そして打席にはブラッシュが入ります。さあ、チャンスが続きます。ここで1点でも返せればまだまだ分かりませんから、なんとかものにしたいですね。なるほど、そうですよね。ファウルになります。外低め、ここはあっという間に追い込んでいます。打ちました、このチャンス打ち上げてしまいました。ここはフライになっています。インフィールドフライでワンアウト。つなげたかったですね。まあでもチャンスは続いていますから、ここでしっかり得点しておきたいですね。そうですね。さあ、このチャンスでバッターボックスには4番の浅村が入っています。改めてお聞きしますが、この浅村、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。そうですね、まあランナーがいると打ち方が変わる場合もありますけど。打ちました、取った、一塁送球、ツーアウトになりました。進塁打になりましたね。まあ彼は勝負強いバッターですから、チームとしてはここで得点しておきたいですよね。はい、その期待のかかるロメロが打席に入っています。打ちました、レフト追う、センター追う、頭上ぐんぐん打球、そのままスタンドに入りました。スリーランホームランが飛び出しました。1点差に詰め寄る一発となりました。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。イーグルスが追い上げます。4対3、鮮やかなホームランを見せてくれました。これで1点差まで詰め寄りました。期待通りのバッティング、ホームランで点差を縮めます。いやー、彼らしい思い切りの良さが出ましたね。これで1点差に迫りました。バッターボックスには6番銀次。イーグルスホームランで得点を挙げています。赤星さん、ここは追い上げたいですね。そうですね、ここはとにかくつなぐ意識を持って打席に入ってほしいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。真ん中打ちました、入れました、ファールボール。今の球は仕留めたかったですよね。そうですね。打ちました、痛烈、セカンドの左抜ける、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出ました、楽天イーグルスです。ツーアウトランナー。さあ、そしてバッターボックスには島内が入っています。頼りになるバッターにいきなりチャンスで回ってきましたね。さあ、得点圏には同点のランナーを置いています。まあ、序盤に追いついてくれるとピッチャーは気持ちが楽になりますからね。なるほど、そうですね。大きく外れました、ボール先行です。インコースにバットが出ます。変化球打った、ショートが抑えた、一塁へ、一塁アウト、これでスリーアウト。しかしこの回イーグルス点差を縮めていきます。
1回終わって4対3イーグルスが1点差まで追い上げました。打順は1番に帰ります。バッタースパンジェンバーグ。前の打席は外の球を打たれましたから、ここは内と外にどう散らすかがポイントになりますね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。変化球で空振りを取ります。まず1つアウトを取りました。2番バッター源田、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。松井、まずは初球打ち切りました。ファウルボールです。ボール球ですが、キレがあったんで振ってしまった感じですよね。はい、変化球空振りでストライク。あっという間に変化球空振り。バッターボックス外崎。先ほどはツーベースを打ってますから、ここはより慎重にいってほしいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。三振になります。スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。この回ライオンズ三者凡退です。4対31点リードはライオンズです。2回の裏、追いかけるイーグルスの攻撃。バッターボックスは8番茂木。イーグルス1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあそうですね。先頭初球打ち、この打球はフライになっています。取ってワンアウトです。バッターは9番に入っている太田。戸上、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか。スパンジェンバーグが掴んで2アウト。打順はトップに帰って辰巳。今度は失投を打たれるようなことは許されませんね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。2球目は何で来るか。痛烈、これはどうか、センターに抜けました。これでマルチヒット。2アウトランナー1塁。バッターボックスは2番鈴木。先ほどの打席はデッドボールでした。ランナー飛び出している。二塁へ。セカンド送球、二塁送球、二塁を送ります。二塁へ。タッチはアウト。これで3アウト。この回イーグルス結局3人で攻撃を終えています。2回終わって4対3 1点リードはライオンズです。こちらが先ほどの配球になります。初球空振りです。体に近いところ。3球目は何で来るか。内へ、低めの変化球。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。平行カウント、変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。バッターは5番森。さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。バッターボックス中村、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。2アウトになっています。三振です。3アウトチェンジ。この回ライオンズ3人で攻撃を終えています。4対3ライオンズが1点をリードしています。赤星さん、この展開ですから序盤のうちに少しでも点を返しておきたいところですよね。まあそうですね。早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですね。さあなんとか点を取りたいこの回です。
ファウルになります。インコース、これは外れます。打った、伸びる、伸びていく、ライン際を破りました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッター出ました、楽天イーグルス。ノーアウトランナー二塁です。さあイーグルス、一打同点のチャンスです。早い回に追いついておけば楽になりますからね。うん、そうですよね。まあそして頼りになるバッターに回りましたから非常に期待できると思いますね。はい、さあこのチャンスをどうものにしていくのか。危ない球です。次が4球目。スライダー、逃げていく変化球、手を出してしまいました。さあ2ストライク、追い込みました。センターへ持っていった、ワンバウンドヒットになった。同点のランナーが3塁を回った。セカンドランナーホームイン、イーグルス同点、4対4。試合を振り出しに戻しました。さあ同点にしたシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。まあそうですね、ここで一気に攻めたいですよね。これで両チームの得点が同じとなりました。4番バッター浅村、イーグルスこの回同点に成功、攻撃は続いています。初球は何で来るか。インコース決まります。ワンストライク。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよね。打った、センターに大きな打球、伸びていく、どうだどうだ、センターオーバー。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。三塁タッチはアウト、逆転に成功しました。この回の楽天イーグルス、センターオーバーのタイムリーヒット、5対4、イーグルスリードを奪いました。今のバッティングご覧いただきましょう。甘いボールは逃しませんでした。さすがに甘い球は見逃しませんよね。序盤から勝ち越しに成功、流れを作っていけるんでしょうか。打席には5番バッターロメロ。前の打席では失投をまんまと打たれましたから、そういうことのないように気をつけたいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは6番銀次、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。初球打ち、ここは打ち上げています。ショートが落下点に入ります。取ってツーアウトです。打順は7番島内、先ほどの打席は同点のチャンスだったんですがショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。インコースファウル、これが3球目。3球目打ちました、これはファーストライナー。しかしこの回イーグルス貴重な得点でリードしました。3回終わって5対4、イーグルスが逆転しています。バッターボックスには7番栗山。さっきはアウトコースをうまく打たれましたね。ここは内と外の使い方を考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。いいコースでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール、三振を取りました。まず1つアウトを取りました。バッターボックス木村、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。松井、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。低めの変化球は決まりません。見逃し三振、ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振を奪いました。普通なら初球ボール、これが2球目。高め空振り、146キロ、ワンボールツーストライクです。変化球空振り、スリーアウトチェンジ、ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。反撃したいライオンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5対4、イーグルスが1点をリードしています。楽天イーグルス4回裏の攻撃になります。打席には8番バッター茂木。
先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。イーグルス真ん中打ちました。切れました、ファールボール。さあ2球目は何か。またファウル。大きく外れてボールです。空振り三振、ワンアウトです。バッターは9番太田。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。戸上、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。痛烈、ショートが取る。一塁送球アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。赤星さん、今のプレーご覧になっていかがですか？これはしょうがないですよね。いいプレーでしたね。打順は1番に返ります。バッター辰巳、今度は失投を打たれるようなことは許されませんね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。次が2球目。真ん中打ちました。これはセカンドライナー。この回イーグルス三者凡退です。4回終了5対4、イーグルスが1点をリードしています。小宮山さん、両チーム今日はピッチャーの内容があまり良くないですね。そうですね。もうこれはね、ベンチがどれだけ我慢できるかと我慢比べになってますね。その我慢比べ勝つのは。打ちました、浅村。アウト、ワンアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、選球眼のいいバッターなのでストライク先行でいきたいですね。なるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。打ちました、打球はセンターへ。ここはフライになっています。センターが取りました。ツーアウトです。バッターは3番外崎。先ほどの打席最後は空振り三振。打ちました、センターへ抜ける。これでマルチヒット、ツーアウト、ランナー一塁。バッターも積極的に。大きな変化球持ってきました。走りませんね。ランナースタート、これはバット出ず三振です。3アウト、チェンジ。ランナー出ましたがライオンズ得点はありませんでした。5対4、イーグルスが1点差を守っています。赤星さん、ここまでの展開ご覧になっていかがですか？点も取れてますし、今日は打線のつながりが非常にいいですよね。そうですね。この後も初球打ち、この打球はフライになっています。サードが落下点に入ります。中村が抑え、今画面に出ているのが先ほどの配球です。まず何を投げてくるか。初球ストライク。打ちました、高く上がった。この当たりはどうか。センター左へのヒット、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ワンアウト、ランナー二塁となりました。うまく打ち返しました、ツーベースヒットを放っています。初球は何から入ってくるか。これではバットが出ません、ストライクです。この球は外れました。さあ3球目は何か。アウトコース外れます。4球目は何で来るか。ファウルになります。5球目は何で来るか。見逃しましたが三振、タイムリーなりませんでした。せめて右方向に。初球、これはいったでしょうね。ぐんぐん伸びていく、入った、ホームラン。ロメロツーランホームラン、素晴らしい一振りでした。初球でした、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました、楽天イーグルス7対4。頼りになる男がやってくれました。その差を3点と開いています。
期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。追加点の入ったこの場面、ゲームは中盤戦です。打席には6番バッター、銀次。イーグルスホームランで追加点を挙げています。最初は変化球できました。ストライクです。ファウルになります。打ちました。サードが前に来る。サード取った。アウト。際どいタイミングでしたが、スリーアウトチェンジです。しかしこの回、イーグルスツーランホームランで得点を追加しています。5回終わって7対4、楽天イーグルスのリード広がっています。ここまでのハイライトです。楽天生命パーク宮城からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。追いかけるライオンズの攻撃、打順は5番森。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。イーグルスリードで迎える6回です。引っ張った、ライトへ打球伸びる。ここは打ち上げています。ライトが取りました。現在のピッチャーの状態、まだ100球。打順は6番中村。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。打ちました、高いバウンド。セカンド取った、アウト。ここは送球が間に合っています。バッターボックスには指名打者の栗山。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。インサイド落ちました、わずかに右に切りました。ファールボール。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。反撃したいライオンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。7対4、楽天イーグルスがリードしています。6回の裏、イーグルスの攻撃です。一方ライオンズはピッチャーが変わります。佐野、島内がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はファーストライナーに倒れています。前の打席アウトにはなりましたけど、初球打ち、ここはフライになっています。ショートが構えます。源田抑えてワンアウト。打順は8番茂木。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。ワンアウトランナーなし、直球ストライク。打ちました、流しました、ヒットになった。茂木、これが自身本日の初ヒットになります。空振り、真ん中へ、ノーボールツーストライクです。打ちました、センターへ打球伸びる。センターライナー掴んで、これでツーアウトです。打順はトップに帰って辰巳。今日は盗塁を一つ成功させています。ファーストランナースタート、インサイド落ちました、打ち上げた。ファールグラウンドへのフライです。キャッチャーが構えます。最後はファールグラウンドで掴んでスリーアウトです。ランナー出ましたが、イーグルス得点には至りませんでした。6回終了、7対4、楽天イーグルスがリードしています。これから7回、ライオンズの攻撃です。そしてイーグルスはピッチャーが変わります。ソン・チャーホーが予定通りマウンドに上がっています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。小宮山さん、リードをして7回を迎えているわけですが、この回以降どういったことがポイントになってきますか？あとはブルペン次第ですよね。つないでつないでということでしょうから、継投のタイミングにも注目したいと思います。高めのボール、ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。打席には9番バッター金子。
先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。ワンアウトランナーありません。このフライはヒットになりそうだ。三塁線落ちてフェア。金子今日の初ヒットがここで出ました。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。走りませんね。これで追い込みました。ピッチャー有利のカウントで走ってきた。キャッチャー送球して走塁成功です。ここで盗塁を許してしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんでもう少し工夫してもらいたかった。打ち上げた。高く上がった。ここはフライになっています。抑えてツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。いい形でアウトが取れましたね。セカンドランナースタート。キャッチャー送球してこの場面でランナーを三塁に進められることとなりました。当然警戒はしてたんでしょうけど。左中間へ。このフライはどうだ。落ちるか。ワンバウンドヒットになった。サードランナーがホームに帰ってきました。ライオンズ1点返します。抑えたかったんですがここでタイムリーを打たれて点差が。ファウルになります。ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど。さあ何を選択してくるか。インコース詰まりました。取ってスリーアウトです。しかしこの回西武ライオンズ点差を縮めていきます。7対5ライオンズが追い上げを見せています。さあそしてここからはラッキーセブンイーグルスの攻撃に入ります。赤星さん、まだこの点差では油断はできませんよね。そうですね。今日の相手のことを考えればもう少しリードを広げて。いい当たり。センターに抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。打順は3番ブラッシュ。先ほどは見事なツーベースでしたよね。ここも思い切っていってほしいですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。次が3球目。大きく外れてボールになります。これは内へ外れます。ダーッと当ててしまいました。デッドボール。完全にすっぽ抜けてますね。バッターボックスは4番浅村。チャンスが広がっています。さあイーグルス追加点のチャンスを迎えています。ここはゲッツー狙いのボールには気をつけたいですよね。なるほど。この打席のポイントになりそうですね。大きく外れました。さあ仕留められるか。これは詰まった。これはインフィールドフライ。掴みました。ワンアウトランナー。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。最初は変化球できました。ボールになります。打ち上げました。高い打球になった。この打球はフライになっています。セカンドが落下点に入ります。取りました。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。つなげたい場面でしたからね。まあでもまだ得点圏にランナーを置いてますからここで点を取っておくことが大事ですね。そうですよね。さあそしてこのチャンスで打席には6番の銀次が入っています。三遊間一塁へ。一塁アウトでスリーアウト。ランナー出ましたがイーグルス得点はありませんでした。7回終わって7対5楽天イーグルスがリードしています。これから8回ライオンズの攻撃です。一方イーグルスはピッチャーが変わります。ブセニッツがマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。バッターボックス山川。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。イーグルスリードで迎える8回です。3球目は何で来るか。3球目打ちました。これはどうか。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスには5番森。先ほどの打席はライトフライ。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。取ってワンアウトです。バッターボックスには6番中村。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトになっています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。打ちました。いい打球だ。
伸びていく、どうだ、入れば同点、入った、ホームラン、同点のツーランホームランです。西武ライオンズ、イーグルス、この終盤試合が振り出しに戻る手痛い一発を浴びました。真ん中に入ってしまった変化球、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。甘くなってしまいましたね。バッターは振ってくるカウントなんでボール球でも良かったと思いますね。はい、レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。ここで追いつかれました。同点です。バッターは DH 栗山。イーグルス継投で逃げ切りを図りましたが、この回追いつかれています。今日は先発全員にヒットが出ています。小宮山さん、ちょっと打たれすぎですよね。もうちょっと何か対応できたと思いますけどね。そうですよね。さあピッチャー立て直していけるか。ヒットになった。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。ご覧いただいています。ここはうまく打ち返されてしまいました。はい、イーグルス、ここでピッチャーが変わります。一塁に勝ち越しのランナーを置いた場面でマウンドに上がったのは牧田。さあここでライオンズ代走を送ります。ファーストランナーは川越、長打でランナーが帰れば勝ち越しです。バッターボックスは8番木村。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。低め打った、ショート取った、二塁へ送球、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレーでスリーアウト。しかしこの回西武ライオンズ貴重な得点が入りました。7対7、ライオンズ同点に追いつきました。8回の裏、イーグルスの攻撃です。そしてライオンズはピッチャーが変わります。背番号25、平井がマウンド上に上がっています。接戦の中でのリリーフ登板です。打った、大きな打球になった。さあどうだ、追いかけますが頭を越えました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。うまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。まあそうですよ。これも初球打ち、高いバウンド、ショートが抑えた、一塁アウト、ワンアウトランナー三塁となりました。ランナー進みましたから、とりあえず最低限の仕事はしましたよね。さあこのチャンスでバッターボックスには9番の太田が入っています。まず大きく外れてボールになりました。打ち上げた、高い打球、ここは打ち上げています。掴んでアウト、ツーアウトランナー三塁と変わります。さあそして打席には辰巳が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。ここで勝ち越せばかなり有利になりますね。なるほど、そうですよね。低め、これは外れた、インコース決まった、低めのボール、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。打ち上げました、高く上がった、ファールグラウンドへのフライです。掴んでスリーアウト、勝ち越すことはできませんでした。勝ち越しのチャンスがあったイーグルスですが、そのチャンスを生かせませんでした。8回終わって7対7、同点です。はい、9回しびれる場面での登板となりました。最後を締めるのはもちろんこの人です。イーグルスの守護神シャギはきっちりここはゼロで抑えなくてはなりません。小宮山さん、こういった拮抗した試合ではどういったあたりが勝敗を分けるポイントになるんでしょうか。これはね、もう本当につまらないミスというのがね、最もいけないことだと思いますんでね、とにかく集中しないといけないですよね。ミスをしないようなプレー、ぜひ注目したいと思います。ファウルになります。引っ張った、これはどうだ、一二塁間を破る、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく引っ張られてしまいました。いいバッティングされましたね。さあこの終盤で勝ち越しのランナースタート、キャッチャーは二塁へ、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。センターへ持っていった、これはどうか、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになった、
中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。ライオンズ勝ち越し。抑えたかったんですが、この場面で勝ち越されてしまいました。さてこの源田、どういうバッターなんでしょうか。圧倒的な走力と小技のうまさ、彼のセーフティーバントはなかなか防げないですね。ああ、そうですか。ボールになります。これが5球目。高めへのストライク。フルカウント。ピッチャー逃げ切れるか。ファウルボールです。送りバントだ。あっと、サード取った。一塁送球、内野安打。これでマルチヒット。守備陣のここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。低め打った。セカンドが抑えた。そのまま二塁に入ってアウト。アウト。ダブルプレイ。ツーアウトランナー三塁とかあります。バッターは4番山川。イーグルスこの回1点を失っています。さあ勝ち越しを許し、なおも得点圏にランナーを背負い、インサイド打った。サードランナーホームイン。ライオンズ追加点。警戒していた相手ですがタイムリーを打たれてしまいました。さあここで5番バッター森。イーグルス最終回で追加点を。ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球する。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。ファウルボールです。ライトへ掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回西武ライオンズ貴重な得点が入りました。9対7、ライオンズが勝ち越しに成功しています。最終回楽天イーグルスの攻撃です。そしてライオンズがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあ簡単に打たせてくれる相手ではありませんが、何としても攻略し、初球ボール、打ちました。サードゴロです。サード取った。アウト。ワンアウトです。ここは相手のナイスプレーに阻まれてしまいました。いや、よく反応したと思いますよ。打席には3番バッターブラッシュ。先ほどの打席はデッドボールでした。ワンアウトランナーありません。さあ守護神増田がイーグルス打線の前に立ちはだかります。いいピッチャーですから。空振り。スピードボールを持っています。真ん中打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。外野フライ掴んでアウト。これで3アウト。最後いいところなく試合終了です。楽天イーグルス痛い敗戦となってしまいました。赤星さん、残念ながら敗戦となってしまいました。そうですね、まあただ最後まで粘りを見せましたしね、残念ではあるんですけど、いいゲームでしたね。そうですね、次につながるそういった反撃は見せてくれました。勝った西武ライオンズ、接戦をものにしました。一方のイーグルスですが、痛い敗戦となった。